神明期31章後継者ヨシュアモーセは進み出てこれらの言葉をイスラエルのすべての人々に告げた私は今日120歳でもはや思うように出入りすることができない主は私にあなたはこのヨルダン川を渡ることはできないと言われた あなたの神、主があなたに先立って渡り、あなたの前からこれらの国民を滅ぼされる。それであなたは彼らを追い払うことができる。主が告げられた通り、ヨシュアがあなたの先を渡っていく。主はアモリ人の王、シホンとオグ、また彼らの国を滅ぼしたのと同様に、彼らに対しても行う。主は、 彼らをあなた方に引き渡される。あなた方は私が命じたすべての命令の通りに彼らに行わなければならない。強く、惜しくあれ。彼らを恐れ、おののいてはならない。あなたの神、主があなたと共に進まれる。主はあなたを置き去りにすることも、見捨てることもない。モーセはヨシュアを呼んで、 イスラエルのすべての人々が見ている前で彼に言った「強く惜しくあれ主が先祖に与えると誓われた地にこの民を導き入れるのはあなたであるあなたはそれを彼らに受け継がせなさい主ご自身があなたに先立って行きあなたと共におられる主はあなたを置き去りにすることも見捨てることもない」。 恐れてはならない。おののいてはならない。七年ごとの立法の朗読。モーセはこの立法を書いて、主の契約の箱を担ぐレビ人である祭司たちと、イスラエルのすべての長老たちに渡した。そしてモーセは彼らに命じた。七年の終わりごとに、すなわち、 不債免除の年と定められた年のカリーオ祭に、イスラエルのすべての人々があなたの神、主の前に出るために主の選ぶ場所に来るとき、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの立法を読み聞かせなければならない。男も女も子供たちも、またあなたの町の門にいる気流者も全ての民を集めなさい。彼らが聞いて学び、 あなた方の神、主を恐れ、この立法の言葉をすべて守り行うためでありまだ知らない子供たちがこれを聞いて学びあなた方がヨルダン川を渡っていって所有する土地であなた方の生きている限りあなた方の神主を恐れるようになるためである。モーセへの最後の指示。 主はモーセに言われた。さあ、あなたの死ぬ日が近づいた。ヨシュアを呼び寄せ、会見の幕屋の中に立ちなさい。私は彼を任命する。そこでモーセはヨシュアと共に行って、会見の幕屋の中に立った。主は幕屋で、雲の柱の中に現れた。雲の柱は、幕屋の入り口にとどまった。主はモーセに言われた。 あなたは、間もなく先祖と共に眠りにつく。この民は、入っていく地ですぐに異国の神々を慕って陰講に走り、私を見捨てて、私があなたと結んだ契約を破るであろう。その日、私の怒りは彼らに向かって燃え、私は彼らを見捨て、顔を隠す。彼らは餌食にされ、多くの災いと苦難に襲われる。 その日、彼らは言う。こうした災いに襲われるのは、神が私のうちにおられないからではないか。その日、私は彼らが他の神々のもとに赴いて、行ったすべての悪のゆえに、必ず顔を隠す。あなた方は今、次の歌を書き留め、イスラエルの人々に教え、彼らの口に置きなさい。そうすれば、 この歌はイスラエルの人々に対する私の証言となる。私がその先祖に誓った父と蜜の流れる土地に彼らを導き入れるとき、彼らは食べて満足し、声太り、他の神々のもとに赴いて使え、私を侮り、私の契約を破るであろう。そして多くのお災いと苦難が彼らを襲うとき、この歌は 民に対して証言となる。子孫の口から忘れられることがないからである私が誓った地に彼らを導き入れる前から私は彼らが今企んでいることをすでに知っている盲セはこの日この歌を書き留めてイスラエルの人々に教えた主はヌンの子ヨシアに命じられた強く 大しくあれ。イスラエルの人々を私が彼らに誓った地に導き入れるのはあなたである。私はあなたと共にいる。モーセはこの立法の言葉を書物に余すところなく書き終えると、主の契約の箱を担ぐレビ人に命じた。この立法の書を取り、あなたの神、主の契約の箱の傍らに置きなさい。 そうすれば、それはその場所で、あなたに対する証言となる。私は、あなたが逆らうものであり、堅タな,なものであることを知っている。私がまだ生きている今日でさえ、あなた方は主に背いている。私の死んだ後は、なおさらそうであろう。あなた方の部族の長老と役人をすべて、私のもとに集めなさい。私は、彼らの耳に、 これらの言葉を告げ、天と地を彼らに対する承認とする。私の死んだ後、あなた方は必ず堕落し、私があなた方に命じた道から逸れるので、後の日に災いがあなた方に降りかかることを私は知っている。あなた方は主の目に悪とされることを行い、その手の技によって主を怒らせるからである。 モー,セの歌モーセはイスラエルの全改修の耳に次の歌の言葉をことごとく告げた。